行くぞ。
それではうちのお店のお肉を説明しますね。うちのお店のアイスランド産の砂糖串です。通常の中でも最高級品種のあのお肉をご用意しております。はい、一方をそのさばいてお出ししているような形でしたので、はい、そのメニュー表に書いてあるように1000円から1500円ぐらいの価格帯でお出しさせていただいてます。はい、レアの嫌いになったら片面3分の1ぐらい、両面白くなったぐらいで、食べちゃう。最初の後押しに含まれてます。あ、はい、ちょっと野菜足りなかったらどうぞ。見ながら窓がこうあって、あ、景色がね、ちょっとこう芝生のところを見ながら、庭を見ながら食べれるっていう、へー、はい、楽しみ。はい、十鉄さん、当店のお肉の方が新鮮なお肉なので、多少赤みが残ってても美味しくいただけます。はい、
客様から見て左手側生ラムですね。はい、生ラムの方は鍋の焼き目が両面ついたらお食べになって結構です。そのお隣が厚切り塩コショウになります。こちらの方は全面焼いてからお食べになってください。最後、グリーンアスパラはお好みでお食べになってください。猫と、この十鉄ラーメンってやつがね。ここは飲み放題ごとくのようで、お客様はみんな飲み放題を注文しています。深夜さんが満席だったので、ラーメンさんへ向かっています。札幌の大雨だよ。
肩ロース、まあね、まんまバラ肉だけちょっとしっかり焼いて、
じレストランで食べるくらい。ディスタッフを。
入れてくんだから、これ見てないで。登録者様5000名。